影法師の屋敷で語られたほかげの秘密はにわかに信じがたいものであった。烈火は400年前、ほかげ26代当主大岡と影法師こと影郎の間に生まれた子であり、クレイとは異母兄弟にあたる。そして烈火の誕生によりクレイは次期当主の座を追われたというのだ。そしてその時、ほかげの村には鬼が迫りつつあったのです。時の呪い、母と息子、鬼だと。え、鬼って実在してたのか。例えだよ、物の例え。ああ、もしや鬼というのはあの男のことでは。そう、尾張の織田信長です。何、織田の軍勢がついに来たのか。はっ、密偵よりの確かなる報告にございます。で、数は。密偵たちの話をまとめますると、その数およそ1万。1万尾張の薄けめ、おそらく狙いはほかげの魔道具じゃろうて。あれがあれば天下統一への近道になる。どうするのじゃ、大岡。すべての魔道具をここへ集めよ。これだけ揃うとは壮観じゃな。まさかこれらを一度に使うことになろうとはな。織田の薄家に目にもの見せてやろうぞ。うもっと。こたびの戦、魔道具は使わぬ。なぜでそうかしら。魔道具なしでは。敵は1万、たとえうまく退けたとしても多数の魔道具は奪われるだろう。それを使い信長はまた攻めてくる。そしてさらに魔道具が奪われる。何度も繰り返せばいつかは全て信長に奪われてしまう。鬼がこれらを手にすれば、この世はまさに地獄ぞ。魔道具を手にした信長の軍勢は日本を蹂躙する。よし、焼き、奪う。信長に魔道具は渡さぬ。渡してはならぬのだ、世のためにも。ほかげの村一つで世の人々が救えるなら安いものとは思わぬか。面白い、世のための戦か。やってみる値打ちはあるのは。まさしく、終わりの田舎者に一泡吹かせてくれようぞ。敵はたかだか1万じゃ。魔道具なしでも蹴散らしてくれるわ。世のため、人のための戦いぞ。あなた、こうして魔道具なしで織田の1万もの軍勢に立ち向かうことになったのです。影、すまん。わしはダメな亭主じゃったの。烈火にも何もしてやれなかった。私はあなたと一緒にいることができて幸せでした。影、あなた、さらばじゃ。戦の準備すべて整え終えてございます。ご苦労。おかげ魔道、その強大な魔力は鬼をも引き寄せたか。あれはあってはならぬものじゃったかもしれぬ。来よった、織田の軍勢じゃ。一族当主、現実地王家、この世に未練のないものからかかってこい。この炎の手はいつも戦と血にまみれてきた。しかしこんな腕でも
レッカ、クレイ、お前たちを抱くことができた私は幸せだったぞ。たとえ他の一族を滅ぼされようが魔道具は渡さぬ。私はせぬ。王家享年32歳、もはや全滅は時間の問題でした。助けて、誰かを助けて、やけ死んじゃうよ。おかげの忍びは殲滅せよとの命令だ。女子供まで皆殺しにするのだ。もはやこれまでか。まだ生まれて1年しか経っていないのに、楽しいこと嬉しいことをまだ一つも経験していないのに、死なせたくない。その時私はおかげの中でもごく一部の忍びにしか伝えられていない禁断の秘術、時空流離のことを思い出したのです。カゲロウや、今教えた時空流離の術、決して使ってはならぬぞ。なぜです、王子様。この術を使ったが最後、その後のは時に縛られ、死のない体になってしまう。死のない体。愛する者が生まれ、死してなおそのままの姿で生き続けねばならぬ。まさに地獄であろう。決して使ってはならんぞ。時を渡る秘術、時空流離の術だけは。お許しください、王子爺様。カゲロウはまだこの子を、烈火を死なせたくはないのです。たとえこの身はどうなろうとも。見つけたぞ、烈火。おかげ秘術、時空流離。さよなら、愛しい。でっか、死ねー。クレイ、なんでここへ。クレイも一緒に時を流されていく。レッカ、クレイ。あ、レッカ。戦いは一夜にして終わりました。私は死のない体になってしまったのです。その日から私はカゲロウの名を捨て、カゲ法師と名乗り、どこの時代に流されたとも知れぬ我が子を探して生き続けたのです。そしてついに、あなたを見つけたのです。そんなことがあったんですか。バカバカしい、そんなとんでもねえ話信じろっつうのか。俺の母ちゃんはな、とっくの昔に死んだんだよ。おめえは風子や三鏡をけしかけて何度も俺を殺そうとしたじゃねえか。それはクレイを倒すためだって言ってたじゃないか。それに証拠だってあるだろ、魔道具。
影法師さんの体、そしてクレイ。そんなの関係ねえ。俺は花菱茂雄の一人息子、花菱烈火だ。おかげなんか知るかよ。烈火くん。おい花菱、三人だ。何？敵の気配くらい読めるようにしとけよ。あ？ん？なんだ？貴様らの命、俺たちがもらった。暗殺部隊。ご名答。この羽丸様の動きが捉えられるかな。大丈夫か羽丸。そう、卑怯だぞ。こいつらバカ。うるせえ。こんな狭い場所では勝負にならん。表へ出るわ。ちんたらしてんじゃねえ。さっさと出てきやがれ。めんどくし。そんな口を聞いていられるのも今のうちだ。俺たちはクレイ様の暗殺部隊、くちばし王のくちばし丸、ヒザウの羽丸、鬼の爪の爪丸、三味一体、無敵の三馬か。かもう、なんで兄者は三馬かで切るんだ。三馬かじゃねえ、三馬ガラスだ。やっぱりバカだな、こいつら。俺たちは三馬ガラス、三馬ガラスなんだ。クレイ様のお屋敷を焼いた奴の首をいただきに来たぜ。そうだ、てめえだ。俺、てめえの首いただくぜ。覚悟しやがれ。俺はずっと館で捕まってたんだが。何？それじゃどいつだ。サルジーか。クレイ様の屋敷を焼いた奴は高校生ぐらいの男って話だ。高校生の男だと？どいつだ。こいつは確かカゲロウという女、問題外だな。となるとこいつはどう見ても女だし、こいつは高校生にしちゃ老けてるし、ってことはてめえだ。なんで私が男だ。貴様、僕を女と思っただろう。おい、てめえよ。烈火くん。てめえわざと俺をシカトしてんじゃねえだろうな。何？するぞ。お前が花菱烈火だよ。そうか、そうと分かれば本気で行くぜ。俺は高速飛行の羽丸。この動き捉えられない。早い。そうでもないさ。バラバラに切り刻んでやる。え、バカ。クレイの八万倍遅えぜ。あくびが出んだよ。烈火くん、なんかいつもより怖い。今のあいつは頭ん中の整理がつかなくてイライラしてんのさ。今までは忍者に憧れてるだけで普通の高校生だと思ってた。それが急にいろんなことが起こって、とどめにさっきの話、頭ん中は爆発寸前さ。烈火くん、おら、はねまる。なに、よくも羽丸を。炎を出すまでもなかったな。あんたらの相手は
こっちだよ。知った、運動させろや。け、貴様らなど相手になるか。ちょっと、結構な破壊力だな。この程度で僕らが倒せると思っているのか。動きが取れんだよ。どうやらただの下人のようね。魔道具の力を 1% も使いこなせていない。つめまる。くそ、こうなったら一人でも。ひゃー、姫！閉めた。危ない。誰でも構わねえ。なんてことしやがる！影法師さん！卑怯者！話しなさい！おっと、物騒なもん振り回すんじゃねえ。この女の体真っ二つにへし折るぜ。やめろ。私は大丈夫。剣で貫かれても死にはしないわ。だって私は死のない女だから。やめろ。でも血が流れるじゃない。痛みは感じるでしょ。柳ちゃん、やめろ。羽丸と爪丸の仇は取るぜ。地面に叩きつけてやる。やめろ。炎よ、行け！大丈夫か？影法師。ネタ君、どうして？これがあなたと私が親子である証。時空流離の術をかけた者とかけられた者は決して触れ合うことができない。私への呪縛が解かれない限り。大きくなったわね、レッカ。あなたが平和な時代に流されていたなら、私はあなたの前に現れるつもりはなかった。だけど魔道具をめぐる運命は、劣化あなたとクレイを同じ時代に流してしまったのです。許してなんて言いません。ただあなたやあなたの友達を戦いに巻き込んでしまって本当にごめんなさい。そんなんじゃねえ。母ちゃんは悪くねえ。悪くねえよ。やっと母ちゃんって言いやがった。過酷な運命の戦いが始まろうとする中、やっと互いを認め合えた劣化と影楼。決して触れ合うことの許されない母と子は、この日いつまでも見つめ合った。俺は決めたぜ。今よりもっと強くなってクレイとの決着つけてやる。とはいえ今の俺にはあの八竜の力手に入れることしか思いつかねえんだよな。危険は承知の上だけどよ、
そんくらいしねえとクレイには勝てやしねえ。今度こそあいつらみんな俺の射程にしてやんぜ。次回戦いの決意、烈火の挑戦、俺の心が炎と燃えるぜ。